佐藤さん、お疲れ様です。勝てて嬉しかったんですけど、帰ってきてこんなに大騒ぎになってるとは思わなくて、ちょっとびっくりしてます。ジャンプができればと思って、イメージはずっとイメージを持っていて、で、まあ、体が本当にあのオリンピックのように時のように動いてくれるので、本当に失敗もなく、安定した成績を出せてみたいな。今年レジェンドという呼び名が大きく広まったと思うんですが、はい、ご自身でレジェンドと呼ばれることに関してどう感じられていますか？いや、嬉しいですし、まあ、最近、流行語大賞にも、まあ、トップ10に選ばれて、まあ、トップ取りたかったですね。それ気にしながらずっと毎日パソコンで、ヤフーのニュースを見てたんですけど、残念ながら取れなかったのが悔しいかなと思ってます。